トリカラークッキング。こんにちは、トリカラチャンネルです。今回の動画は、昆虫食。大事に育ててきたミルワームのさなぎ。命に感謝しつつ、美味しく食べていきたいと思います。ミルワームコクーンの味の特徴として、料理の旨味の底上げ。メインの食材とするよりも、脇役としてこそ、その存在が輝くものと思えてきています。そこで今回は、ピザの具として、ミルワームコクーンを食べてみます。まずは、流水で、よく洗いましょう。そして、ピザ生地を用意。お好みの具材を乗せて、洗ったミルワームコクーンを、トッピング。そして、オーブン、または、魚焼きグリルで、素早く焼き上げます。上手に焼けました。では、熱々のうちに、命に感謝、いただきます。うまい。ピザの味が重厚に感じます。これはヘビーだ。どっしりとした味。ミルワームコクーン単体の味はよく感じ取れませんが、生地やチーズの旨味など全体的に引き上げられているように思えます。ちょっと残念なのがミルワームコクーンの殻のパサつき感。生でのせずに一度軽く油で炒めた方が良かったかも。あとミルワームコクーンの量多すぎた。ちょっと旨味が強すぎて食べ進めるほど重たく感じてしまいます。でもうまい。今回の反省点を生かして、次も美味しく食べてみよう。というわけで、今回の動画は、これで終了です。